エミル・エベルト・ベリストロームは、スウェーデン・ストックホルム兼ストックホルム出身のサッカー選手。エール・ディビジ・ビレム2所属。ポジションは DF。2011年にユール・ゴーデン・イフのトップチームに17歳で昇格。4月15日の丸目 FF 戦でプロデビュー。同年シーズンは、リーグ戦18試合に出場し、以降先発に定着。 2015年シーズンまで主力選手として活躍した。2016年2月4日、FC ルビン火山と契約。2015から16シーズンは途中加入ながら、先発で起用されるも、翌2016から17シーズンは、出場機会が減少。2017年1月27日、グラスホッパークラブチューリッヒへのローン遺跡が発表。加入後即先発に定着。 2017から18シーズンは35試合3ゴールを記録し自己最高のシーズンを送った。2018年7月30日 FC ユトレヒトと契約。加入1年目の2018から19シーズンは先発定着には至らず13試合の出場で終了。2019から20シーズンはローン移籍で FC バーゼルでプレーした。2010年から ユース世代のスウェーデン代表に招集され、2015年1月にフル代表に初招集。同月19日のフィンランド代表戦で代表戦初出場。しかし、2016年に1月以降は未招集。同年のリオデジャネイロオリンピックの代表候補に上がっていたものの最終選考で落選。 2018FIFA ワールドカップも招集外に終わった。ありがとうございます。